ソルフェルトは、オーストリアケルンテン州にある平野である、ローマ時代のレリーフ。マリアザールの聖母教会の外壁に設置されている、マリアザールにある、ローマ時代のレリーフ。狼に養われるロムルスとレムスが描かれている。平野は、クラーゲンフルト北方のクラーゲンフルト盆地からザンクト、ファイト、アンデアグランにかけて広がっている。ソルフェルトは、グラン側に面しており、 かつてその地域は、ケルンテンにおける最も古い文化圏の一つを形成していた。長期にわたり古代ローマの乗り組む族州の文化と政治の中心に位置していたが、スロベニア人がその地に、後のケルンテンとなるカランタニア公国を築いた。ソルフェルト平野の南東には、マリアザールが位置している。その北部のマグダレーナ山のふもとには、 乗リ組ム族州の首都であり今日では廃墟と化しているビルヌームがある。最初期によく知られるようになったハルシュタット文化の居住地はマリアザールの山で発見されている。ハルシュタット文明以来、この地域への入植は時代を通して続けられることとなる。830年、ウルリヒ山のふもとにカロリング町の居場が建造された976年ケルンンは、 バイエルン公国から分離し、独立したケルンテン公国となった。その時からこの地はケルンテンの名で呼ばれるようになった。ケルンテン公として即位するために重要な役割を果たした二つの遺物が現在も保存されている。一つはケルンテン公の玉座、もう一つはカルンブルクにあったケルンテン公の石と呼ばれているものである。 ソルフェルトに残るケルンテンコの玉座ケルンテンコの石2006年にケルンテン州庁舎に移されホールに展示されている。なお、ケルンテンコの石はスロベニアのニセント効果のモチーフにも用いられている。ありがとうございます。